猛将たちの活躍で古老間の戦いは連合軍の勝利に終わった。董卓は洛陽を捨て長安へと逃げ延びるが、そこで呂布に討たれる。悪逆の野心は非道の裏切りでその幕を下ろした。一方で皇帝は董卓の残党の手に落ち、天下は混迷を深めていった。そのような中、遠州に立ち上る暗雲あり。かつて黄巾党として戦った者らが再び立ち上がろうとしていた。ひたむきで強靭で、しかし導く者を失い行き場をなくした力。曹操はこれに目をつける。この力が欲しい。己の軍に加え乱世切り開く先兵としたい。曹操は天意、学信、利天らに黄巾残党の制圧を命じる。古老間での戦いから2年、今曹操の勇姿が始まろうとしていた。悪雷天意、派手に暴れてやる。この地の黄巾党も元はただの民、それが鍛えに鍛えて盛況となったそうです。盛況、私には縁遠い言葉です。私はせめて常に前へと出るよう努めねば。なんつーか、この戦嫌な感じはしないぜ。曹操殿にとって当たり前の道。まあそんな感じだな。この一帯は長引く戦乱に疲弊している。民の気持ちがすさむのもまた致し方あるまい。さりとて乱を起こしていい道理はない。自分らがこの騒ぎを鎮めよう。今この地には黄巾の残党が跋扈している。もはや大それた乱など起こせぬが盛況だ。かの者らを従え、我が力とする。これよりの道のり、兵の力は欠かせぬゆえな。速やかに進撃し、奴らの頭目を下せ。お前の働き期待しておるぞ。この地の黄巾残党を我が軍に組み入れ、周辺を制圧しつつ奴らの頭目を撃つのだ。奴らの頭目は堂々という男らしい。皆遅れを取るでないぞ。よっしゃ、任せてくだせ。わしの腕たっぷりとお見せします。さあ来やがれ。あんたのそばにいれば俺は。おいよ、こっちの話だと気にすんな。報告、近くの民から情報を得ました。敵の頭目は
あの砦で休んでいるようです。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。よし、かかったぞ。早く門を閉めちまえ。なんだ、あの大男はいねえじゃねえか。まさか民に騙されちまったのか。これで懲りたろう。もうオラたちの土地に来んな。西の山頂に黄金残党の頭目がいるとのこと。おそらくあの大男がいるのだな。一気に攻め込み追い詰めるぞ。私としたことが優劣を読み違える。敵は果たしたな。だがあの男は一体何者だったのだ。おめえらまた畑を荒らしてるな。おめえらもう絶対許さねえぞ。やるぜ。行きやがったな。消えるぜ。今度こそ決着をつけてやる。
メだぞ。このままじゃみんなが腹いっぱいになれねえ。戦で踏んづけられて畑も人も痩せちまう。そんなのはダメだぞ。うん、お主は畑を守るために戦うか。だがそれで世の戦が収まることはない。畑は再び荒らされる。お主が幾度戦おうともな。ならどうすればいいだよ。わしの戦を手伝え。乱世を治め大地を豊かにするための戦だ。おめえと一緒に戦ったら乱世は終わるだが、みんな腹いっぱいになれるだが。うん、共に来い。おい、みんな、おいらたち、これからはこの人たちと一緒に戦うぞ。